はい、どうもこんにちは、僕くんゲームでございます。今回もね、ウールアプリ2018動画の方をやっていきたいと思います。今回ですね、僕が勝手に名前つけたんですけど、幻ドリブルの方ご紹介していこうと思います。はい、まあ、このドリブルはですね、おそらくウィリアプリやってる方で、まあね、見たことあるよっていう方、やったことあるよっていう方もね、いると思うんですけど、今回その発動条件というかね、それが大方分かったので、まあ確定ではないんですけど、これで発動できることがあるよっていうのをね、今回ご紹介していこうと思います。はい。と、その前にですね、まずその幻ドリブルやるにあたって、ある技の方のね、習得が必要になるんですよね。その技というのが、キックフェイントです。はい。ツイッターの方でもね、リスナーさんから、もう一度新速キックフェイント、最近やってるね、新速キックフェイントだったり、まあ、そのやり方も教えてくださいってあったんですけど、まあ、それもね、一緒にご紹介していこうと思います。はい。なので、まあ、幻ドリブルだけ、ちょっと見たいなっていう方は動画の後半からね、ぜひ見ていただければいいかなと思います。まだね、キックフェイントマスターしてないっていう方はぜひ、今回ね、簡単にご紹介するので。で、概要欄の方に、もともとキックフェイント、昔ですね、ちょっと前にご紹介もしてるんで、まあそちらの方もね、概要欄に貼ってる動画も一緒に見ていただければわかりやすいかなと思います。ということで、まず、キックフェイント、簡単に説明していきたいと思います。一応、公式のやり方というのがですね、こちらの右側をタップしてすぐに左側をフリックすると。了解でございますということで、これをやってみますと、はい。右タップ、左フリック、右タップ、左フリックでね、この、キックフェイントが発動できますね。一応ね、今の動き見てればわかる、見てもらえればわかると思うんですけど。はい。で、自分がですね、まあ、この通常のキックフェイントじゃなくて、まあ、裏技キックフェイントだったり、新速キックフェイントって呼んでるものがあるんですよね。そちらも今からやりたいと思います。はい、こちらですね。まあ、ちょっと今さっきのよりも、キレがあるじゃないですか。はい。これですね、画面を通常のキックフェイントは1回タップなんですけど、それを2回タップして、フリックしてます、画面を。はい、そうすることにより、この通常よりもね、キレのいいキックフェイントの方が発動できるんで、概要欄の方にもね、これもっと詳しく多分解説してる方あるんで、ぜひそちらもご覧いただければと思います。コツはですね、ゲージを、まあ、大きく貯めるとやっぱ相手も引っかかりやすいといった感じですね。小さく貯めてね、小さく2連打して一見するとこういうキレのあるキックフェイントもできるんで、まあ、間違ってね、シュート打っちゃうこともあるんですけど、ぜひ皆さんやってみてください。はい、こちらですね。通常よりもキレを増したキックフェイント。画面を2回タップして左画面をフリックと。はい。そしてもう一つ、僕がよく試合中使う技で、サイドを駆け上がってね、この新速キックフェイントの使う場所として、ここ。ここで、これですね、これ。止まるやつですね、止まるやつ。止まるバージョンのキックフェイント。これはですね、通常先ほどやったようには、フリックを左画面、2回ね、右画面タップした後、左画面フリックすると思うんですけど、それを、そのままタップですね、左画面も。その場でタップすると、このようにね、キックフェイントの方が可能です。これめちゃくちゃ相手引っかかるんでね、この場所で特にやってもらえるとかなり、使いやすいんじゃないかなと思います。はい。なのでぜひ皆さん、2回タップのキックフェイントやってみてください。相手絶対これ引っかかるんでね。ということで、本題の方ですね。こちらの技ですね。まあ、通常のキックフェイントでも、僕が今やったこの2回やるバージョン、2回右画面をタップするバージョンの、キックフェイント、どちらでもいいんですけど、これをですね、入力した後に、相手、幻ドリブルをやるには、相手用の密着が必要なんですよね。できるだけ近くに相手を引き寄せると。キックフェイントした後に、こういう、相手をかわすようなドリブルを入れると、その幻ドリブルというのが発動しやすいんですよね。まあ、ぜひね、実際のちょっとね、幻ドリブルの映像をご覧いただきたいんですけど、はい、こちらになります。これですね、ネイマールで一応キックフェイント。まあ僕の場合、ちょっとオンラインはラグがあるので、自分が、先ほどね、ご紹介した高速キックフェイント、まあ新速キックフェイントだったり、裏技キックフェイント、いろいろあるんですけど、それをやってから、今これだったらね、ボアティングをかわして、まあネイマールが浮かしてるやつあるじゃない、この、浮かしてるこのキックフェイントじゃなくて、浮かしてるフェイント。これちょっと幻フェイントって呼んでるんですよね。なかなかウィリアプリで発動が難しいというか。はい。で、この発動がですね、一応このキック、今さっきご紹介したキックフェイントを入れた後に、相手をね、ドリブルでこうかわすと、まあ、ぜひ、皆さん、やってみてください。はい。これですね、まあ、結構多分もうやったことあるよっていう方もね、何回見たことあるよっていう方も本当にたくさんいると思うんですけど、結構決まると気持ちいいというかね、
オンラインとかで特に発動できるのかなり気持ちいいですね。でそのままボレーシュートとかちょっといつかは打ってみたいですね。はい、本当にイナイズマイレブンみたいな技になるんですけど、密着してる時ですね、密着、はい、これ結構大事で、相手が近くで引っ掛けた時とかに特に発動しやすいですね。はい、ということでですね、今回皆さん、どうだったでしょうか、この幻ドリブル。もうやったことあるよっていう方もね、まだやったことないよっていう方もぜひ、キックフェイント入れた後で相手がね結構近くにいる状態でもう一回ドリブルでかわすことを行っていただくと、普通にドリブルですね、発動することがあるということで、まあ確定ではないんですけど、はい、ということで今回ね皆さんご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、こちらのね幻ドリブルの方をチャレンジしてみてください。もしまだチャンネル登録してない方いたら、ぜひ左のボックの顔マークの方からよろしくお願いします。右側にはおすすめ動画載せてるんで、ぜひそちらの方もご覧ください。では皆さんまた会いましょう。ありがとうございました。